皆様こんにちは。ゆっくりルカさんでございます。今日は、スペインのバレンシアから、海沿いの線路を走る、在来線特急に乗車します。今私たちがいるのは、バレンシア、ホアキンソローヤ駅。2010年に開業した、ちょっと無機質な、新しい駅です。ホアキンソローヤとは、19世紀のスペインを代表する、バレンシア生まれの画家から取られました。彼の名字は、ソロージェ、とも呼ばれるので、文献によっては、駅の名前も、ホアキンソロージェ駅、と書かれていることもあります。ここは、首都のマドリードから伸びる、高速線の終着駅として新設されました。ですから、発着する列車も、首都方面に向かう高速列車、アベと、新在直通列車、アルビア、そして、これから乗車する、在来線特急、などなど、優等列車ばかりです。それ以外の在来線、快速や各駅停車は900メートルほど北に位置するバレンシア北駅を使用するんです。二つの駅はほぼ隣り合っていて、徒歩でも簡単に移動できます。さて、このシリーズを最初から見てる方には繰り返しになって申し訳ないのですが、スペインの鉄道は高速鉄道と在来線とで線路の幅や電気が異なります。高速鉄道は、幅が1435ミリの標準器で作られ、電気は高圧の交流電気が流れています。対して在来線は直流の電気で走行し、線路の幅はスペイン独自の規格1668ミリ、およそ1メートル67センチの広い線路が敷かれているんです。日本の在来線と比べて60センチも広いことになりますね。これは通称、工期と呼ばれるものですが、この幅は、イベリア半島でのみ採用されていることから、イベリアンゲージとも呼ばれます。ここ、バレンシア、ホアキンソローヤ駅は、9本あるホームのうち、1から6番線が、高速列車用の、標準器、7から9番線が、幅の広い、在来線規格で作られています。今日は、8番線から発車する、在来線特急、ユーロメットに乗車します。この列車は主に、スペインで、2番目に大きい、バルセロナと、第3の都市、バレンシアを往復する列車です。これら2つの都市は、首都、マドリードとの行き来は盛んな一方、バレンシアと、バルセロナ同士の需要は、あまり多くありません。多額の建設費を投じて、新たに、高速鉄道を作るまでのメリットは少ないため、ここには、準高速列車を用いた、在来線特急を走らせているのです。二都市間の所要時間は3時間10分から30分。線路は大半の区間が海岸に沿って敷かれています。カーブが連続し乗り心地が良くない代わりに車窓はとても良いとのこと。片側はスペインの雄大な山々、反対側は地中海を眺めながら移動ができます。沿線には高級リゾートが点在し、列車はその中にあるセレブ向けテーマパーク、俺たちのフェラーリランドのそばを通るんだよな。余計な単語混ぜるの禁止。ヨーロッパ最速のジェットコースターがある場所なんですよね。フェラーリってことはやっぱりストラテジーがあれなんですか。痛いところつくのも禁止。では改めて本日の車両を紹介しましょう。現在ユーロメットを担当するのは、高速車両、セリ H30。前々回登場した、ハイブリッド万能特急、セリ A730 の、姉妹車です。というより、こっちが元であり、名前もよく知られている存在なんですけどね。この列車は、13両編成、11両の客車と、両端にある、2両の電気機関車で構成されます。セリ H30 は、基本的に、新在直通列車、アルビア、という種別の担当ですが、2009年からは、全区間在来線の、ユーロメットも担うようになりました。最高速度は、高速区間で、時速250キロ。在来線でも、220キロまで出せる性能があります。けれども、これから乗る、バレンシア、バルセロナ間は、カーブが多いので、運用上は、時速200キロまでに抑えられています。それから、さっきから気になってるんですけど、隣の編成は、お口を開けてますね。セリ H30 の鼻先には、2編成をつないで走れるよう、連結器が内蔵されている。これを使って、列車1本あたりの輸送量を増やしたり、はやぶさ、こまちのように、途中から分割して、異なる行き先に向かう運用もある。
ちなみに、電化区間専用のセリエ130と、非電化でも走れる姉妹車、セリエ730は、機関車がほぼ同じだ。運転システム、連結機構も、もちろん共通なので、構造上は、2車種を連結することも可能にできている。これを利用し、2車を繋いだ長い列車を、途中の駅で切り離し、片方は、電気の通っていない、非電化路線に、もう片方は、完全に電化されている地方路線を走る、なんて使い方も想定されていた。されていた、ってことは、残念ながら、今のところ、実際の運用ではないようだ。セリエ130と730は、電源車の有無以外、同じ列車と言ってもいい存在だ。だが、その構造の違いから、少しだけ差異も見られる。セリエ130の機関車には最初、煙を感知するタイプの、火災警報装置が搭載されていた。しかし、電源車を組み込んだ、セリエ730に改造し、試運転を行ったところ、火災報知機の誤動作が多発した。非電化モードで動作する、ディーゼル発電機の排気ガスを、警報装置が誤認したためだ。この問題を解消するため、セリエ730の火災警報システムは、煙から、熱で感知する方式に変更されている。それじゃあこの辺りで、客室に場所を移しましょう。と言っても、セリエ730と同じですよね。壁と天井は白、シートと床が緑色で、明るく、カジュアルな色使いです。座席は、スペインの優等列車では必須の、回転式。コンセントが、座面の下にあります。車体には、本来の担当、アルビアのロゴが書かれていましたが、モニターに表示される、列車の案内や、ヘッドレストは、ユーロメットに差し替えられていました。この列車は、2006年に登場した、少し古い車両なので、天井のモニターは、正方形に近い、4対3のアスペクト比。解像度も、現在の水準では、粗い画面でした。でも最近は、設備更新を受けて、16対9の、横長画面に置き換わっている編成もあるようです。お、走り出した。もしかして、今の業務連絡みたいなのが、車内放送？かろうじて、バルセロナさんつって言ってたのが聞き取れました。あとは？だって、みんな、スペイン語わからないでしょ？とりあえず、乗客向けの放送だったってことにしましょう。アベと違って、チャイムがしょぼかたですね。ユーロメットは発車すると、すぐ隣の、バレンシア北駅から伸びる、在来線に合流します。って、アイちゃん、これは何をしてるの？いや、前方で大きく線路がカーブしてたから、自分が乗ってる列車を撮ろうかと思って。窓の反射が、ちょっときつかったかもな。確かに、今のはガラスが悪いかも。古いお城とかが見えて、楽しい車窓なのに、残念なことになっちゃってます。景色は微妙なことですし、皆様には、車内の様子をお見せしましょう。ユーロメットの一等席では、なんと、お食事のサービスがあるんです。サラダやデザート、温かいメインディッシュまであって、前回乗った、アベよりも豪華です。しっかり、ユーロメットのロゴが書かれた、カラーのメニューまで配られました。これ、扱い上は、在来線特急なのに、珍しいね。多分、始発と終点が、両方とも大都市で、駅にケータリングの設備があるからでしょう。走行時間が短く、調理したものを、間を置くことなく提供できるのも、食事サービスがある理由かもね。ただしこのサービス、すぐに降りてしまうお客さんに対しては、行われないようです。事前に乗務員さんが、一人ずつ降車駅を聞き、長い時間乗る人にだけ、お食事を出していました。それでは、残り少なくなった、スペインの車窓と、国鉄ご自慢のお料理を堪能、したいところなんですが、この列車に乗ってから、急に空模様が怪しくなりました。まだ午後2時なのに、空は暗く、雲は、濃い灰色で、いつ、大雨が降り出してもおかしくない雰囲気です。でも変ですね。天気予報は、ただの曇りで、雨は降らないみたいですよ。もしかして、さっきの映り込みといい、これ、ガラスに色が入ってるんじゃない？
窓全体がサングラスみたいになってるんだよ。夏場、太陽の光が強くなるスペインでは、直射日光と熱対策が不可欠です。特にこのセリ H30 は、昼間、40度近くにもなる地域も走ります。そのため、窓ガラスに色をつけて、外からの光を遮っているのだと思います。これによって、冷房の効果を高め、窓側のお客さんを、紫外線から守っているんです。言われてみれば私も、スペインの太陽の強さを感じられるものを見ていたな。この列車の窓は、外側と内側、2枚のガラスで構成する、二重窓を採用している。通常、ガラスの間には、乾燥した空気だけが封入されているが、なぜかここに、紙くずが落ちている窓があったのだ。この、ゴミのようなものの正体は、非常脱出窓を示す案内の文字。いたずらなどで剥がされたりしないよう、わざわざ二重ガラスの間に、一文字ずつ、貼り付けられていたものだ。しかし、何年間も、強い太陽光にさらされているうちに、接着剤が劣化。そして、走行中の振動で、落下したと思われる。一見、ただのゴミにしか見えないが、よく見ると、形が規則的で、ガラスの上部にも、接着剤の跡が残っていた。まだ一文字、愛だけが頑張ってますね。頑張れ愛ちゃん。それで、これからどうします？期待してた車窓は、ガラスのせいで、綺麗に映せませんし、お食事は。あ、もう食べちゃってる。うまかったぞ。ゆっくりさん、なんか、話のネタないの。パンにオリーブオイルつけて食うとうまいぞ。そうじゃなくて、車両とかに関して。あるような、ないような。ないんですね。すまん愛さん、今、頭の中が、次の予定でいっぱいなんだよ。じゃあ今日は、仕事を放棄してるゆっくりさんに代わって、僕たちが話してもいいかな。現在ユーロメットで使われている、セリ H30 は、スペインの土地が生み出した、奇抜な客車、タルゴの仲間です。左右で1輪ずつ、独立した車輪と、重心が低く、乗り降りしやすい車体。おまけに、簡易振り子機能もあるので、急カーブが連続する在来線を走るのには、最適な車両です。タルゴの客車に関して、詳しく知りたい方は、前の動画を見てくださいね。けれど、このセリ H30 が登場する以前、ユーロメットを担当していたのは、セリ H01 型、という車両でした。フランスで走っている TGV をもとに足回りを在来線の線路幅に変更した列車で6編成が投入されていました。あれ？でもこれタルゴと違って重心が高いし車輪も独立してない普通の台車ですよね。カーブが苦手で速度を出す区間もないのになんで TGV なんかを走らせてたんでしょう。それにはちょっとかわいそうな経緯があったんですよ。1989年、スペイン国鉄は、フランスに、TGV タイプの高速車両を、24編成発注します。彼らは最初、全24本が、最高速度、時速300キロの車両として製造されるはずでした。3年後の、1992年に開業する高速列車、アベに投入する予定だったからです。けれども、引き渡しが始まり、装備を進めていく中で、歯車が狂い出します。きっかけは、メーカー側で、スペイン向け編成の製造が遅れたことでした。18編成が納入された時点で、ちょっと間隔が空いちゃったんですよ。この時フランスのメーカーでは、長年作り続けてきた、1階建ての TGV に加え、2階建て車両、TGV デュプレックスの本格製造が開始されようとしていました。工場内で製造ラインを再構築したり、工員さんを一部、新型車両に振り分ける必要があるなど、内部がごたごたしてたので、一時的に車両の製造ペースが落ちちゃったんです。極小規模な混乱だったんですけど、これがスペイン国鉄に考える時間を与えました。当時、スペインで唯一完成していた高速路線は、当分の間、すでに納入された18編成でも足りることが分かったんです。じゃあ、残りの6編成は、発注取り消しに。そうしたいところなんですけど、契約の都合で、製造のキャンセルができなかったんですよ。でも、高速列車は、これ以上数を増やしても、非効率です。そのため、最高時速300キロの、アベ専用車は、この18本で打ち切られてしまいます。
そして、残り6編成は、在来線車両として作ってもらうことにしました。これが、初代ユーロメットの正体です。スペインのフラッグシップ、アベとして走るはずだった TGV たちは、最高速度が時速200キロに抑えられ、カーブが多くて走りづらい、在来線特急の担当になっちゃったんです。彼らは編成数が多くないので、ユーロメットの運転本数は、1日5から7往復が限度。その、細々とした仕事も、2009年に、セリエ130に、置き換わってしまいました。じゃあ現在、彼らはどこに行ったのでしょうか。ご心配なく。今でもセリエ101型は、元気に走っています。実は、在来線の、ユーロメットで走っていた、セリエ101型と、高速の、アベ専用車の違いは、車輪の幅と、電気の種類だけ。車体の大きさは一緒なので、車輪の幅を、在来線規格から標準規に直せば、そのまま高速線を走れてしまいます。というわけで、セリエ101型は、標準規格改造の上、最高速度が、時速300キロに引き上げられて、アベ専用車、セリエ100型として生まれ変わったんです。納入から10年経って、ようやく本来の姿を取り戻せた、とも言えるでしょう。今は、全編成が、姉妹車、セリエ100型に準じた、セリエ100、R 型に改造され、アベとして走っています。スペイン国内幹線はもちろんのこと。フランスの無線信号も追加搭載され、国際列車としても使われるようになりました。元ユーロメットの編成に、私ら乗れたかもしれなかったんだよなぁ、って思うと、なんだか悔しくなってきた。あの運休は痛かった。とにかく、ハッピーエンドになって、よかったですね。うん、こっちはね。何か、別のネタがあるんだな。ここ、バレンシア、バルセロナ間の線路には、もう一つ、かわいそうな電車がいました。ユーロメットに続く、在来線高速化の切り札として導入された、セリエ490、という電車です。こちらは、イタリアのフリコ電車、ベントリーノをベースに、スペインの在来線に合わせた台車を装着していました。ローカル列車のような、短い3両編成ながら、最高速度は、時速220キロ。1等席と2等席、それから売店を備え、日本の列車を連結しての運転も可能でした。スペインに導入されたペントリーノ、セリエ490には、アラリス、という、在来線特急の種別が与えられます。コンパクトで、柔軟性が高い構造と、カーブでもスピードを落とさず走れる、振り子式車両の利点を活かして、中、長距離運用から、ユーロメットの保管まで、様々な路線に投入されました。ところが、導入から10年が経った頃、彼の足に、深刻な問題が発生します。スペインの急カーブを、高速で走り続けていたせいで、台車に亀裂が見つかったのです。ちょーっと待ったー。もう、ここからが大事な部分なのに。なんですか HSG。26歳一般男性だ。12歳変態紳士だろ、そうだった。それで、何のご用？だって、おかしくねえか？セリエ490の台車って、ただスペインの線路に合わせて、車輪の幅を広げただけだろ？イタリアの車両は不具合が出てないのに、どうして間隔を広くしただけで、亀裂なんかできたんだ。それはその、幅が広い線路に原因がありました。左右の幅が広がると、同じ半径でも、内側と外側の距離が、大きく違ってくるんです。ところが、セリエ490の車輪は、一般的な鉄道車両と同じもの。左右の車輪は、軸で直結し、カーブでも直線でも、両輪が、同じ回転をします。その上、振り子電車は、カーブで車体を傾けますから、台車と車体の取り付け部に、通常の車両よりも強い、ねじりの力がかかっていました。そんな環境の中を、セリエ490は、半ば強引に、高速で走らされていたんです。でも同じ路線を、TGV も走ってましたよね。あれは大丈夫だったんですか？あっちは、車体傾斜機能がないから、曲線が続く区間に差し掛かると、振り子電車ほど速度を上げられなかったんだ。急なカーブの手前でも、十分に減速してたので、足回りにかかる負担が少なかったんだよ。反対に、セリエ490は、カーブでも大きく速度を落としません。これが、車軸、車輪、そして台車に、多大な負荷をかけ、亀裂を生む結果になったのです。
この問題が発生したのは、2013年のことでした。安全性を脅かすトラブルだったことから、国鉄はすぐに、同形式の運行を停止します。整備部門は、対策を施した、新しい部品を手配しようとしますが、ここにも問題がありました。スペイン向けの列車は、製造数が少なく、本国の車両と、レール幅が異なる、特殊な台車を履いています。しかも、導入から時間が経っていたため、製造メーカーでも、新しい世代の車両に切り替わり、旧世代の車両は、新規部品の生産が、終了していたのです。特殊で、少数しかいない車両のパーツを再生産するには、普通の車両よりもお金がかかります。これらの事情を計りにかけた結果、国鉄は、セリエ490の引退を選択。スペインを走る、イタリアのフリコ電車は、現役復帰することなく、姿を消したのでした。後任には、地元スペインの客車、タルゴが選ばれます。それは、ユーロメットとは違うんだ。また別の種別だね。名前は、タルゴ。いやそうじゃなくて、アベとかアルビアとか、そういうのを聞いてるんだけど。だからそれが、タルゴなんだって。え、タルゴっていう列車の種別があるの？そうなの。ちょっとややこしいんだ。スペインの鉄道において、タルゴ、という名前はいくつもの意味があるんだよ。まずは列車の形態。車輪が左右で独立し、連結部分に配置された、軽量客車のこと。これは前回、皆様にお話ししましたね。次に、その、タルゴ型客車を専門に作っている、メーカーの名前です。主力製品の名前を、そのまま社名にしちゃったんですよ。そしてダメ押しにややこしくしたのが、スペイン国鉄が運行する、在来線特急の、タルゴです。これは、セリエ130などと違い、箱型の客車が連なる編成を、汎用の機関車が引っ張る、昔ながらの客車特急です。いいやつなのはわかりますが、同じ名前を、いろんなところに使いすぎですよねー。姉さん、金ちゃん、さっきの話でちょっと気になったんだけど、イタリアのペンドリーノなら、スペインでもまだ走ってますよね。さっき、バレンシア駅でも見かけましたし、銀ちゃんの親戚がいるの、知ってますよ。あれねえ、愛ちゃんが見た列車は、ペンドリーノであって、ペンドリーノじゃないんですよ。肝である、振り子機能を、搭載してないんです。あの車両たちは、標準機で作られた、高速線の専用車。在来線は、走りません。安倍と同じ線路を走りながら、路線上の各駅に停まる、短距離列車、アバントを担当します。アバントってのは、言ってみれば、東京、名古屋間の小玉や、高崎止まりの、谷川みたいな感じだな。ですね。カーブが緩い、時速350キロ対応の線路を走りますから、車体傾斜装置がいらないんですよ。逆に言えば、それだけ、バレンシア、バルセロナ間の線路は、鉄道車両にとって、厳しい環境だってことか。そうなりますねー。起伏はない反面、線路が海岸に沿っているから、どうしても急カーブが連続するんです。速度を抑えていれば、問題ないんですけどね。さてそろそろ、ユーロネットの旅と、私たちのスペイン編に、終わりが近づいてきました。長いようで、あっという間だったね。旅、してたか？すいません、スケジュールじゃ、あと4日あるって聞いてますけど。次回は、スペイン総集編。この国を離れつつ、これまで出会った、ヘンテコな列車をおさらいしたいと思います。それでは、次の動画まで、しばしの別れ。ご視聴、ありがとうございました。あと4日間、何するんですか？